皆さんこんにちは、トロンボンプレイヤーの大岩和樹です。都内を中心に演奏活動したり、たまにデザインのお仕事をさせてもらったりしています。今日は5月16日の土曜日ですかね。最近暑くなってきたので、家の中でスリッパを履くよりもサンダルに変えたいと思っている最近です。ちょっと昨日か、この放送をお休みしてしまったんですけども、最近こうずっとこうラジオをね聞いてるっていう話をしたんですけど、それが、一段落して、昨日ぐらいから、ブログの記事をずっと読んでるんですよね。でちょっと集中力を切らしたくなかったので、昨日はお休みしてしまったんですけども、その中でちょっと面白いなっていう記事があってですね、アーファンタジアっていう、こう考え方、思考回路みたいなのがあるらしくてですね、でそのアーファンタジアって何なのっていう説明をすると、こう頭の中でイメージを可視化できない人がいるみたいなんですよ。でまあこうちょっと例えばで説明すると、自分らは本を読んで、活字の本を読んで、でその文字を頭の中で理解しながら、その情景を思い描いて本を読んだりするじゃないですか。ただそのアファンタジアっていう人たちは、それが頭の中で可視化できないんですよね。じゃあそのアファンタジアの人たちってどうしてるのって言われると、その、自分のこうイメ、考えを頭の中で整理して文字にすることによって、自分に、再度理解させたりとか、独り言、自分の口に出すことによって、それを可視化させたりだとか、なんかいろんな方法をとって、そのなんだろうな、形にしてるみたいなんですけど、その記事の中でちょっと面白いなっていうのがあって、こうね、ピクサーってあるじゃないですか。もう自分も大好きなこうアニメの、ね、制作会社なんですけど、そのピクサーのスタッフの中にもそのアファンタジアっていう人が何人かいるっていうのが調査で分かっていて、でもそのピクサーのスタッフの人たちってそのアニメを作る、こう上ではもう同じ仕事をしてるわけじゃないですか、自分たちと。でね、その中でやっぱりこう自分らが気をつけなきゃいけないなって思ったのは、自分は本当は正当な、ね、一般的に正当な意見を言ってるかもしれないけど、それはこう様々なこう思考回路がある中での一種でしかないなっていうことを踏まえた上でこう発言をしなきゃいけないなっていうふうに思って、まあ、その自分らこう頭の中でイメージを可視化できる人が多数いるだけっていうことだと思うんですよね。例えばやっぱりその、いろんなね精神発達障害持ってる人がいると思うんですけど、その人たちが、こうなんだろうな、こううまく会話ができないっていうわけじゃないですか、じゃないと思うんですよ。精神障害を持ってるけど普通に自分たちと同じように生活できて、同じように会話ができて、でも一部ではちょっとその思考回路が違うとか、なんかそういうことを踏まえた上で、説明していくっていうことがね、大事なんじゃないかなっていうふうに思って、でまあそのね記事の見てね、あ、なるほどなというふうに感じたので、ちょっとこんな、
ね、放送というか音声を撮ってみました。というわけで、ここまで聞いてくださってありがとうございます。大岩和樹の YouTube チャンネルがありまして、そっちには演奏動画も載せているので、よかったらね、こう検索して、見ていただけたらなというふうに思います。放送のメッセージとか質問なんかは、概要欄とかコメント欄から、お気軽に連絡いただけたらなというふうに思います。それでは、トロンボンプレイヤーの大岩和樹がお送りしました。ちょっと雨が降ってね、涼しくなってますけども、体調管理気をつけて、お仕事行かれる方、お休みされる方、頑張ってこの状況を乗り切っていきましょう。またねー。